松潤さん、今回の動画サムネイル良かったですよ。こういうふうにタイトルが書かれていると、あれ、もしかしたら自分のことかなっていうふうに聞いてくださる方はより一層心が入ると思いますし、あれ、これ今回はあんまり自分には関係ないかもなっていう方はそのまま素通りしていただけますんで、一定のフィルタリングができるんですよね。これが非常に大事で、単なる再生回数が上がっただけでは全く意味がないんですよね。本当に心を込めて松潤さんの声が聞きたい、歌が聞きたいという方がクリックしていただかないと、なかなかね、信頼関係っていうのはできていかないんですよね。ということでね、そういうことも込みで今度 Zoom の対談ライブをさせていただくということでございます。よろしくお願いします。日程はいつがよろしかったですかね。12月13日に、まあ、正式なる入塾ということになるということは、12日がいいのかな、それとも11日がいいのかなと、多少の前後はあっていいと思いますけども、これは松潤さんで日程を設定していただいたら、私が Zoom の URL をね、設定しますので、そちらの方からご一緒させていただくという流れになると思います。いや、ワクワクしますね。楽しみですね。松潤さんも CD 紹介していただければと思います。そして松潤さんがこう開催するね、コミュニティなんてのも紹介できればいいんじゃないかなと思いますよね。この辺またね、詰めていきましょう。そしてこの動画をご覧の皆様、松潤さんの歌声、そして私がね、いろいろと松潤さんにこう深掘りしていきたい、そんな番組になってますので、よろしかったら Zoom の方にね、参加していただければと思います。もうすぐしたらね、私の動画概要欄に Zoom の URL をお付けしておきますので、そちらの方からご参加ください。日程、それから時間の方ね、松潤さんの方に決めていただきますので、松潤さんよろしくお願いします。そしてね、これからプロポーズしてみようかなとかね、まあ、少なくとも好きな女性がいるんだけどなって方は大注目でございます。特にね、40代の男性でなんかね、ちょっと意中の方がいる方とかね、もうご結婚されているんだけども奥さんに久々にプレゼントしたいなって方は、これとってもいいんじゃないですかね。ちょっと練習いりますけどもね、ただやっぱり愛情を伝えるのにもいろいろ練習したりね、準備したりっていうのはあると思いますんで、今回の機会をね、生かしていただいて、とっても素敵なピアノのメロディーとともに意外な一面を女性に見せていくのはいかがかなと思います。きっとハートをつかむことができると思いますよね、松潤さんね。それでは今回は以上でございます。楽しみに待っていてください。いってらっしゃい。